ごきげんよう、アイゼン宗助だ。今回はサブレディアマンを作っていく。サブレは砂の、ディアマンとはダイヤモンドという意味だ。クッキーの周りにつく砂糖がキラキラしていることが由来だ。涼しい場所で1週間、冷凍庫なら1ヶ月持つ。1ヶ月かよ。と思った人間もいると思うが、君は冷凍庫でどれくらい持つのかな。今回のクッキーはアイスボックスクッキーという種類のクッキーだ。先に述べた通り、冷蔵庫で生地を冷やすことから来ている。棒状の生地を輪切りに切るだけで作れるゆえ、初心者でも簡単に作れるだろう。私も初見でなんとかなった。アイスボックスというと、海外セレブ御用達のジュエリーブランドが連想されると思うが、間違わないように注意してほしい。ちなみにこのグリルは現世の貨幣価値で400万円ほどするそうだ。この持ち主はリル・ヨッティというラッパーだ。ラッパーってみんな光ってる。時間がある時に聞いてみてほしい。そうこうしているうちに完成だ。今日の飲み物はこれ。例のあれ。雨すごすぎて買い出し嫌になっちゃった。やあ、飲み屋。それでは一度乾杯しようか。挽回。雨の日は家で読書に限るな。家でまったりしながら土砂降りを眺めるのがオツだよな。満足しているようだな。それにしても一体何を読んでいるんだい。バーンザウィッチ。続きが楽しみだな。またよろしく頼む。